中央、総武観光線は、千葉県千葉市中央区の千葉駅から、東京都千代田区のお茶の水駅を経由して、道と三鷹市の三鷹駅までを各駅停車で結ぶ、東日本旅客鉄道、JR 東日本の運転系統の通称である。千葉駅お茶の水駅間は、総武本線の、お茶の水駅三鷹駅間は、中央本線の一部である。駅ナンバリングで使われる、 路線記号は JB 東京地区の電車特定区間内 E 電の運転系統の一つであり東京の都心部を東西に貫き東は東京のベッドタウンとなっている千葉県西部の各都市を経由して県庁所在地の千葉市まで西は東京都中部の三鷹島で伸びる通勤路線である走行する電車の車体や旅客案内などに用いられるラインカラーは黄色 国鉄、木一号であり、このことから、東京近郊では、黄色の電車、木電車とも表現される。総武本線副副線区間における、観光線区間、千葉駅錦視町駅間、錦視町駅お茶の水駅間の総武本線、四川の副線区間、及び、中央本線副副線区間における、観光線区間、お茶の水駅三鷹駅間からなる。なお、 中央本線区間の内泳ぎ駅新宿駅間は正式には山手線である。また、複々線区間では並行してそれぞれ総部快速線中央線、快速が走行する。一部を除き線路別複々線となっており、中央本線区間の早朝、深夜、詳しくは後日を除き、接続などは考慮されずそれぞれ独立した運行形態となっている。 錦糸町駅お茶の水駅間は、独立した路線、総武本線支線となっており、総武快速線と中央急行線、中央線快速が走行する線路をつなぐ、短絡線的役割を、乗客の利用実態、列車の運用ともに果たしている。この線路を用いて、千葉方面と新宿、八王子、甲府方面を直通する優等列車も存在する。 東京都心では、東京メトロ銀座線や副都心線を除くすべての地下鉄、路線、11路線と直接乗り換え、連絡運輸の取り扱いが前提ができ、これは、半蔵門線、副都心線と直接の乗り換えができない系、東北線と並び、すべての地下鉄、路線、13路線と乗り換えできる、系統路線としての山手線に次い JR の系統路線では2番目に多い。 また、地下鉄を介し、直通先の多くの私鉄主要路線へも向かうことができるほか、地下鉄路線との直通運転のない新京成線、東武アーバンパークライン、つくばエクスプレス、西武新宿線、京王井の頭線など、東西にわたって、非常に多数の路線とも乗り換えが可能である。新宿駅秋葉原駅間は東京山手線、内区間であり、 区間外よりも安い運賃体系となっている。旅客向けの案内は統一されておらず、中央・総武線、中央・総武線、各駅停車、中央線・総武線・各駅停車、中央・総武・各駅停車、総武・中央線・各駅停車、総武線・中央線各駅停車、中央線・各駅停車、総武線・各駅停車、総武線、 各駅停車のように多様な表記が行われている。駅構内の案内表示は、中央観光線区間では、中央、総武線、各駅停車の表記、お茶の水駅などがされているものの、総武観光線区間では単に、総武線、総武線、各駅停車、西船橋駅と表記される例がある。首都圏において、単に、 中央線というと快速及び特快で使用されるオレンジ色の帯の電車 e 2 3 3系0番台以下本節では中央線快速用の電車を指すことが多く各駅停車と案内される中央線快速用の電車や東京メトロ東西線直通電車との区別のため中央観光線区間においても単に総武線と呼称されることがある加えて 中野駅の一部のホームでは、総武線と表記する発車表も設置されているほか、沿線企業による広告などでは、総武線飯田橋駅から徒歩10分、総武線東中野駅からバスで7分といった、術や乗り換え検索サイトで、三鷹駅千葉駅間をすべて総武線として扱う、例も見られる。早朝、深夜帯は、中央本線と総武本線の直通運転は行わず、 本来の分岐駅である、お茶の水駅で分離した運行形態となっており、お茶の水駅、高尾駅間の中央本線区間は、中央線快速用の電車の一部が、ED 表示を黄色にして、東京駅発着の各駅停車として運行し、黄色い帯の中央、総武観光線車両は、お茶の水駅津田沼駅、千葉駅間の総武本線区間のみを運行する。 1923年、大正12年の関東大震災以前の総武本線は、両国橋駅、現在の両国駅を起点としており、東京を起点とする国鉄の中では、隅田川東岸にターミナル駅を有している路線だった。しかし、震災以前より多くの利用客が隅田川を渡る東京市電を利用しており、その混雑が顕著だったことから、震災復興の際に、 同駅より都心へ結ぶ路線を建設し、同時に中央本線に乗り入れる計画を立て、両国駅お茶の水駅間の高架路線と、お茶の水駅、中野駅間の線像、福々線化建設を行い、前車は1932年、昭和7年に、後車は1933年、昭和8年に完成した。1943年、昭和18年には、 中央本線神田駅お茶の水駅間にあった万世京駅を廃止した。両国駅お茶の水駅の高架線とお茶の水駅、中野駅の複々線化が以上の経緯で建設されたのに対し、それ以外の先造区間は首都圏後方面通勤輸送改善作戦の一環として計画された。中央本線側の複々線化事業は1966年、昭和41年に、 中野駅から小木久保駅までの区間が1969年昭和44年に小木久保駅から三鷹駅までの区間が観光線の新設ということで完成し中央総武線電車が三鷹駅までの乗り入れを果たし現在の三鷹駅千葉駅間の中央総武線の原型が完成したその間1963年昭和38年には 山手線の103系電車の申請投入に伴い101系電が順次、中央総武観光線に転属され1969年、昭和44年に全車両が101系に統一された。また、複々線化される前の1968年、昭和43年10月1日のダイヤ改正から、中央線の中野始発で成田行き。 木更津駅へ毎日1時間に1の2本程度、総武線電車快速が走り始めた。停車駅は、中野駅、中央観光線内各駅停車お茶の水駅、秋葉原駅、両国駅、新小岩駅、市川駅、川駅船橋駅、津田沼駅、千葉駅で、車両は、各駅停車と同じく、カナディアイエロー色の101系電車を使用ていた。この快速は、現在の総武快速線とは、 本質的には異なるものと言えるが、停車駅など後の総武快速線に踏襲されている部分もある。1972年、昭和47年7月15日に、東京駅から金市町駅までの新設と金市町駅から津田沼駅までの複々線下で、快速電車を分離し、これまで運行されていた中野駅発着の総武線快速は廃止された。津田沼駅から 千葉駅までは伏線だったので、各駅停車と快速が共用した。1981年、昭和56年に、津田沼駅から千葉駅までの総武快速線が完成したことで、ほぼ現行の運行形態になっている。1982年、昭和57年には101系置き換えのために101系が投入された。 1990年代末期に道路線を走る103軽電車の車両故障が頻発したため、老朽車両ばかりを走らせていると、マスメディアから批判された。この影響もあって、2000年、平成12年に E231 軽電車が導入されると、103軽電車などの旧型電車は短期間で置き換えられた。なおに道路線に在籍していた201系や205、 経営はこの時点ではさほど休暇しておらず、問題になっていた車両ではなかったが、他路線に残っていた103系の置き換えや209系、E231 系に統一させることで整備などの合理化を図るため、大目線五日市線などに転出した。電車は以下の駅を始発、終点とする形で運転されている。お茶の水駅を挟んで、東側が総武本線。 西側が中央本線に分かれており、京浜東北線と同様に、上り下りの概念が、同駅の東西で逆となることから、運転系統上は以下のように区別している。道路線の新宿発の最終電車は1時1分発の三田駅である。これは、山手線の駅を発車する時間が最も遅く、かつ、1時台に発車する唯一の放射路線である。 総武本線区間においては、洛路町駅、新日本橋駅、東京駅には乗り入れないので、西千葉駅、亀戸駅間の快速電車通過駅から、同方面へは、途中の快速停車駅での乗り換えが必要となる。一方、中央本線区間においては、早朝、深夜を除き、中央本線神田駅、東京駅、武蔵坂駅以西には乗り入れないので、 水道橋駅東中野駅、西荻窪駅間の快速電車通過駅から、同方面へは、途中の快速停車駅での乗り換えが必要となる。なお、早朝、深夜は、総武本線秋葉原駅等と、中央本線水道橋駅伊勢総合間は、お茶の水駅での乗り換えが必要となる。早朝と深夜を除く大半の時間帯で、お茶の水駅を境に、 中央観光線と総武観光線の直通運転以下本節では中央総武線が実施されている。朝夕ラッシュ時は約2から3分間隔、日中時間帯は約5分間隔で運行されている。ただし千葉駅津田沼駅間及び中野駅三鷹駅間では運行間隔が広がる。なお中野駅三鷹駅間では平日と土曜、 休日で1時間の運行本数が異なり、平日は8本であるが、土曜、休日は12本となる、いずれも地下鉄東西線直通電車4本を含む。これは、土休日の中央線快速電車が、公園寺駅、阿佐ヶ谷駅、西尾木久保駅を通過するためである。なお、平日中野駅、三鷹駅間で、各駅に停車する中央線快速電車は1時間に9本。 運転されており、これを合わせると、同区間は1時間に17本となる。平日の日中を中心に、中央、総武線と地下鉄東西線直通電車、三鷹駅発着は、中野駅で乗り継ぐ形になる、主に中央、総武線の中野駅発着が2本連続する、時間帯。また、平日朝夕ラッシュ時には、津田沼駅西船橋駅間でも地下鉄東西線。 直通電車が運転されており、その部分で西船橋駅折り返しが設定されている。中野駅及び西船橋駅では、平常ダイヤにおいて2から3分程度の折り返え時間が確保されている場合もあるが、遅延した場合でも双方の接続の考慮は基本的になされない。土休日夜間、新宿駅基準採用19時以降は1往復を除いて中野駅で折り返す電車はなく、 中野駅入庫もしくは、三鷹駅発着、または、武蔵小金井駅行、後日となる。なお、土休日のこの時間帯における、東西線電車の三鷹駅直通は、採用、投稿の各一本を除きすでに終了している。お茶の水駅では、中央線快速系統の電車と対面乗り換えできる、ものの、早朝、深夜を除き、双方の接続は考慮されない。 一方、総武快速線系統の電車とは対面の理解ができず、分岐駅である錦糸町駅での接続はほとんど考慮されない。かつては平日朝ラッシュ時を中心に千葉方面から飯田橋駅で折り返す電車もわずかに設定されていた。しかし、現在は市ヶ谷寄りに設置されていた引き上線が撤去され、折り返すこと自体が不可能になっている。 二路線以上の総合直通運転が実施されている路線はダイヤが乱れた場合に直通運転を中止する事例が多い本路線と地下鉄東西線横須賀線と総武快速線東海道線と宇都宮線高崎線中央線と大目線埼京線と臨海線川越線などが中央総武線では稀である境界となる お茶の水駅の折り返し設備が十分ではないためで、隣の水道橋駅に折り返し設備が設置されている。この折り返し設備は、お茶の水駅、中野駅間で中央観光線が普通になった場合に使われている。また、同様にダイヤが大幅に乱れた場合、通常は終着列車が設定されていない、幕張駅で運転を打ち切って折り返す場合もある。早朝、 深夜においては、中央線快速電車が、三鷹駅お茶の水駅間を観光線経由で運行するため、快速用のオレンジ色の E233、軽電車を使用、列車種別は、各駅停車、中央、総武線の電車は、総武観光線お茶の水駅千葉駅間のみの運転となる。なおこの携帯での運転時間帯は、平日ダイヤと、 と休日ダイで朝晩とも40分程度異なる。当該時間帯の中央、総武線の電車は、中央観光線への乗り入れを行わないが、車内アナウンスや行き先表示 LED は、中央、総武線と案内される。このほか朝の投降及び、夜間の採用に、立川駅、国分寺駅、投降のみ、武蔵小金井駅千葉駅間を、 直通運転する電車も設定されている。これらの電車はすべて中央、総武観光線専用の車両を用いて運行され、立川駅、三鷹駅間を含む全区間で中央、総武線と案内される。大規模工事、近年では新宿駅の古線橋掛け替え工事などや年末年始の終夜運転などで中央急行線の線路が使えなくなる場合は、 中央観光線区間において、中央、総武線、三鷹駅、千葉駅と、中央線各駅停車、高尾駅、大梅駅、東京駅等交互に運転する場合がある。年末年始の終夜運転では、定期ダイヤでは、お茶の水行き採用採集で、水道橋駅や間留置となる電車が、臨時水道橋始発千葉駅として、その他武蔵小金井もしくは中野入港の一部電車も、 合わせ武蔵小井駅、中野駅千葉駅間で運用される。一方、中央線快速用の電車により、高尾駅東京駅間を運転する、中央線各駅停車も、中央、総武線と交互に運転される、中央線採用最終三高駅が、高尾まで延べ運転されるなど、東京地下鉄、東京メトロ東西線と、相互直通運転を行い、総武観光線側が、 西船橋駅から津田沼駅まで中央観光線側が中野駅から三鷹駅までそれぞれ相互に乗り入れている。総武観光線側は平日の朝夕のみの乗り入れだが中央観光線側の中野駅三鷹駅間は早朝深夜時間帯を除く約半分弱の電車が東西線に直通している。開始終了の時間帯は おおむね三た海西発着の総武観光線、直通電車が運行を始める時間帯と前後する。東西線は東洋高速鉄道東洋高速線とも相互、直通運転を行っているが、ATSP 及び列車無線対応の関係で東洋高速鉄道の車両が当線に乗り入れてくることも JR 東日本の車両が東洋高速線に乗り入れることもない。 その関係で、昼間の東西線の快速電車、すべて東洋高速線直通は中野駅での折り返しである。ただし、朝夕を中心とした時間帯には、三鷹駅東洋高速線東洋勝田多大駅間を東京地下鉄の車両で直通する列車が多数存在する。また、2017年3月4日のダイヤ改正で、三鷹発東洋高速線八千代緑が丘行の 各駅停車が初めて設定された。中央観光線中野駅三鷹駅間と東洋高速線を直通する列車はすべて東京地下鉄の車両である。また、東西線内快速運転の電車、通勤快速、2014年3月15日の改正で廃止された東洋快速も含むは JR 線の三鷹駅公園寺駅間、西船橋駅津田沼駅間でも、 快速の案内となるが、中央急行線や総武快速線の線路への乗り入れではなく、中央、総武観光線の線路にて運転される。そのため、三鷹駅、中野駅間、西船橋駅、津田沼駅間では各駅に停車し、中央線快速電車、土休日のように、西荻窪駅、阿佐ヶ谷駅、高円寺駅、 総武線快速電車のように、東船橋駅を通過することはない。お茶の水駅近視町駅間を経由して、新宿駅から総武本線、銚子方面、成田線内房線、外房線方向へ運行される列車として、臨時列車の特急、あやめ祭り、新宿さざ波、新宿和菓子をおよび、ホームライナー、千葉や千葉駅から中央本線へ運行される列車として、 定期列車の特急、あずさ及び、臨時列車のホリデー快速、富士山、ビュー、山梨、千葉駅から東部日光線へ運行される列車として、臨時列車の特急、日光が設定されている。これらはいずれも千葉駅近糸町駅間は総武快速線、お茶の水駅以西は中央急行線を走行する。また、かつては、同ルートで中央線を大梅線五日市線に直通する。 同じく臨時列車のホリデー快速奥多摩ハイキング号、秋川ハイキング号も設定されており、これには中央線用201系も使用されていた。総武快速線及び近糸町駅、お茶の水駅間に中央線快速系統の車両が乗り入れる数少ない例であった。詳細は各列車の項目を参照。なお、特急、成田エクスプレスは山手貨物線及び、 横須賀線周りのため、同区間を経由しない。ただ、八王子方面から運行されていた特急、ウィング号は同区間を経由していた。列車番号は上2桁、時間帯によっては1桁が、始発駅の発車時間帯24時制を表し、下2桁が運用番号となる方式を採用している。運用番号は2桁の奇数の番号である。 東港が中央本線基準で上り扱いのため、当該運用番号から1を減じた偶数を用いて列車番号とする。末尾のアルファベットは使用者種により区別され、B が E231 軽電車による運用を表し、C が209軽電車による運用を表す。ただし、ダイヤの乱れや車両の検査入場など運用上の都合で、 E231 軽電車による C 運用や209系電車による B 運用が発生する場合がある。朝ラッシュの再混雑時間帯の再行列車は、6、扉車を連結する E231 軽電車の運用である B 運用のみとなってる。中央観光線区間の混雑は、首都圏の多線区の朝、ラッシュと比べてそれほどでもないのに対し、 総武観光線区間では激しく混雑するためである。なお、末尾のアルファベットはかつて所属車両基地を表していたが、車両がすべて三鷹車両センターに集約されたため現在の使用車種を表す方式となっている。東西線直通電車の列車番号末尾のアルファベットは、東西線内で快速運転をする電車、通勤快速、東洋快速を含むについては A。 東西線内で各駅に停車する電車については Y を使用する。運用番号は東西線内と共通である。ただし東西線内での列車番号か2桁は西船橋方面、中野方面ともに運用番号のままですべて奇数である。早朝、深夜に運転される東京駅発着の中央線各駅停車は朝引く夕方ラッシュ時間帯に 快速で運用されている車両がそのまま運用されるため、末尾のアルファベットは T または H となり、運用番号も快速で使われるものと共通である。2006年11月20日から禁止庁駅を7時20分から9時20分までに発車する三鷹方面きの全電車1号車、先頭車両に女性専用車が設定された。実施区間は 千葉駅お茶の水駅間で、千葉方面行きの電車と、中央観光線区間、お茶の水駅三鷹駅間では設定されない。JR 東日本では、最強線、中央線快速、常磐線各駅停車に次ぐ4、例目である。津田沼駅西船橋駅間は、東京メトロ東西線直通電車でも実施している。東西線では当初、 中野駅までの全区間で実施していたが、後に大手町駅までに変更された。すべて電車で、現在使用している車両はすべて片側4扉、一部6扉の重量編成である。お茶の水駅経由で、中央、総武線として運行されている車両。現行車両では主に、ラインカラーである黄色の帯を巻いている。いずれも三鷹車両センター所属。 中央線内の早朝、深夜においては、日中に中央線快速で運用されている E233 系2006年から運用開始も各駅停車としてお茶の水みたいなを走行する。車体色にはオレンジバーミリオンが使用されている。E233 系以前に使用されていた車両については中央線快速過去の使用車両を参照。 中央、総武観光船内では、三鷹駅、中野駅間、西船橋駅、津田沼駅間、平日朝夕のみ、で運転されている。新生能電車のみ期日、千葉駅三鷹駅間の観光船のもの、2017年度の再混雑区間、近視町、両国間の混雑率は197%である。総武線区間における混雑率は、 1963年度で315%、再混雑列車で365%、1968年度で307%を記録するなど、極めて深刻なものであった。1969年に東路線のバイパス路線として、A 団地下鉄東西線、現東京メトロ東西線が全線開業し、 1972年に総武快速船が一部開業した後は250%を下回ったが、輸送人員の増加は止まらず250%を超えることがたびたびあった。1992年度をピークに輸送人員が減少傾向に転じ、広幅車両を導入した直後の2000年度に混雑率が220%を下回った。 その後も、輸送人員の減少により混雑は徐々に緩和されているが、2009年度以降の混雑率は JR 全線で最も高く、全国の鉄道路線でも東京メトロ東西線に次いで高い。その一方で、中央線区間においては、快速電車の利用が集中する傾向にあり、首都圏の通勤路線の中では混雑率が低い。 国土交通省の調査による2010年度の再混雑区間のピーク時混雑率は中央線快速の194%に対し中央線各駅停車は90%代々木駅線長谷駅間となっており31の調査区間でラッシュ時の乗車率が唯一100%未満であるこの節では中央総武観光線の設置駅接続路線 所在地の一覧を東側から西側、千葉駅、三鷹駅方向に向かって記述する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。